どうもこんにちは、エスコンビードでさよならヒットを打った男です。キャラ変えちゃってなんかおもろくしちゃうみたいな感じでね、再生回っちゃってね、お金なんかね儲かっちゃうね。やっちゃうかもしれないね。お金の話やめろ、お金の話やめろ。再生回ってね、お金がね儲かっちゃうかもしれないからね。でも覚え方できるってことですか。今そうやって言ったじゃん。言ったじゃん。前だよ、俺か。これどんな企画かって言いました、メンバーの普段のキャラクターと色を入れ替えてシャッフルでドッジボールやっていきます。1試合2対2のドッジボールやっていくんですけれども、1チームにつき5機ずつ、木を持ってて全部なくなった方が負けという感じです。それでは決めるわけでーグ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 ーこれでいこうぜ、グーこれでやろう、グーとこれでいこう。もう今決めた、グーとたまにやるな。はい、じゃあグーチロー、ディアボログッパーでも言ってよ、それディアボログッパーグッパーじゃん。もうパンコって言ったじゃねえかよ。珍しい、ここおい珍しいこのチーム分け。有楽対地下ここまでやっていきます。そんな感じで今ね、日本一のスポーツ系 YouTuber を目指して世界一を飛び回っています。今年中に100万人を狙っていますので、チャンネル登録お願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。せーの、タイガー。お前がポンコツだったら勝てるか。いやいや、俺もう今成長してるから、脱ポン、脱ポン目指してるから今日見せます。毎回言ってる。毎回言ってる。今日見せるから、ステージは曲がりすぎだよ。お前は別に立ってるだけでいいか。任せるぞ。俺が全員当てて終わらせるから。任せるぞ。俺で任せる。よしよし、僕は負けたー。マジでお前前にいくらいくらいくら、僕は負けて、いくら10戦目でけー、負けたー、でけー。でもいいや、タワマン住んでっから、でけー。いや俺タワマンだからいいや。うっそこいつ好き、好き出たでも聞いて、どうした。俺ね、昨日ね、編集やってない。やべ、マジで編集やってない。朝起きてやろうとしたの、ゲームずっとやっちゃった。龍が如く、お前龍が如くやっちゃった。ガチはおもろい。別に龍が如くたまにあるし、ガチはおもろい。たまに全部あるから、たまに全部あった。相手には相場ブルー一回。いや、マジで相場ブルー。倒そうぜ。うん。絶対勝とう。絶対勝とう。で、もう絶対勝とう。絶対勝とうぜ。ちげん。ボール、ボールそっちからでいいよ。ああなんでだよ。おい、陣地は、ああ陣地、陣地いいよ。おいこいつらは一緒になるレベルってこれだ。せぇー、どんだけ食べてんだよ。せぇー、まあ、とりあえず、とりあえず言うときか、とりあえず言うときか、いや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 ポンコツライダーズ。あ、やばいやばい。僕らポンコツライダーズ。終わった、生きろった、生きろった。あってましたね。おい、投げてよ。おい、近いは一回も狙わねえ。
勝ちに徹する一回でも狙わねえお前らがんな食べる僕らポンコツライダーズ。おーおーい当たり方がここまで。何やってんだよ。なんでそれが取れないの。なんですいませんポクラポンコツライダーズ電気から放送ちゃんとやるマジでちゃんとやる取られんのかベロめっちゃ出てるそんなにはやんないけどなどうもこんにちはエスコンビードでさよならヒットを打った男でーすお前こすりすぎやってどうもこんにちはエスコンビードで斉藤優キャラさよならヒット打ってまーす食べるで無理なようだ返すだけ。どうもマルセロです。分かんねえ。どうもマルセロです。近いよ。おい、近いよ。前来るでしょ。マジ先で乗ってくるかいめっちゃバカだよ。無理だったがすまん死んでーなんでこいつ何してんねーまあブルー行けばいいんじゃん僕らポンコツライダーズあそばブルーそばブルーとりあえずそばブルーやってやっかいだーすごっおー危ない必殺スパーフェクトボイスこっちもダメだ取れないかキャッチザウィンマジこれ当て宮中がまだいけいいよ弱い熱い指大丈夫マジ一球にかけるわもうこの一球しか投げれないマジいくわその顔するおいおいやるわ惜しいおいおい何してんの俺
の前に来てさ、俺邪魔だったら影に隠れてお前撮るのかなと思ったらさ、パッだけですね。何してんの。おい何当たってんの普通に。マジで。やばい。あ、ご本人登場だ。ゴリラだ。僕らポンコツライダーズ。お前誰だ、お前下がってくんじゃねえよ。誰だよ、ダメえよ、お前ご本人登場のやつだろ、カラオケとかで見るやつだろ、お前。俺が近いだ、行くぞ。あー、強っ。あれ5当たったっけ。当たったっけ。今の1回、さっき1回、あと1機、あと1機あるの、あと1機です。連続して当たりすぎだろ。はい、両方ともあと1機だよ。ゆでいってねー、負けてねー、ゆでいってねー、負けてねー。最後決めちゃえよ、コバ。お前のも決めちゃえ。うん、いつの間にコバに。バーニングバースト。コバ球速い。口やめろよ、その口やるけど。ほら。やばいだろ、やばい、サイコパスだろ。俺なんで笑ってんだよ、お前。サイコパスマジ言うとだ。いや、マジになってない、本気やってない。本気、本気やってね、マジで。マジ、あと一気だから、おい、そのブル忘れてねえかんな、おい。おい、お前が結局最後お前なんだよ。よっきよっこ。やっぱそうまぶるーやー。そうまぶるーやー。ザクザク。この色やな。ちょ、この位置めっちゃ落ち着くわ。いや、こっちやな、絶対に。結果はね、結果は俺対、結果は俺コバの勝利か、違う。ゲーム上は誘惑の勝利。どうだった？ひどいって。何が？俺が一番似てなかった。お前全部ひどいよ。マジでひどい。なんでも、なんなんすね。なんかやるんだ。やったことないよ。まあ、あとタワマンとかも確かに言ってるけどね。言ってるけど、ね、おもろい。ノーデットフォーの言うとめっちゃおもろい。やべ、めっちゃおもろかった。すごい出てた。で、当ててめっちゃ笑うだけ。めっちゃ笑う。笑うだけ。マジで違うっていうね。そう。いや、でも違うんだよ。全然近くないんだよ。悪いんだ、相手。でも、まあ、本当、ちょうど全部出してきたんだよ。ネタは切れた。ちょうど終わった。俺らの予算3年間、今の終わった。違う競技でもできるから。そうやな。違うキャラもやってみたいんで。あ、確かに。確かに。まあ、また違う企画でやってみます。はい。というわけで、この動画が面白いと思った方、コメント、高評価。ぜひぞろ、お願いします。それでは、次回でお会いしましょう。じゃあね。今日も見てくれてありがとうございました。見てて頭の中がワニワニパニックだった人も結構いるんじゃないかな。一昨日のオフ会来てくれてありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったよ。また来てね。